一般人が言ったら普通の言葉だけど、ラブライバーが言ったらかっこよく聞こえてしまう言葉。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。はい、ということで、今回ね、Twitter の方で募集させていただきました。普通の人が言ったら普通の言葉だけど、ラブライバーが言ったら、それ、めっちゃかっこいいんじゃねっていう、言葉の方、皆様からいただいたリプライ厳選して動画にしてみましたので、もしよければ見てくださると嬉しいです。リプライの方がね、150件ほどいただきました。本当にありがとうございます。それでは動画すごく長くなると思いますが、よろしくお願いします。どうぞ。何これ ?0?1?0 から1へ。それでは今回の体育の授業なんだけど、前逆さ宙返り3回半抱え方をみんなやってもらう。ああ、ようちゃんの技ね。インスタライブやってまーす。ダンスなーっつって。ダンスなーお前さ、それ本気で言ってんの？割と軽蔑するんだ。リコちゃん、軽蔑するよ。好きな数字？まあ、強いて言うなら、10番？あ、まあ、昔の背番号っていうか。10! うわっちゃー。またモンスト、星5確定のやつ、360円払うか。さーて、伝説のカードを求め、旅に出るか。あ、ごめん、すぐ行くから、ちょっと待ってて。あ、もしもし、ごめんね、電車遅れてってさ。ちょっと待って！はぁ、この言葉、言えですか？我々は一つ？我々は一つ。あー、ごめんね。今日も塾なんだ。親がうるさくて。ごめん、今日ちょっと用事あって、乙女式恋愛塾入門するんだ。いやー、どっこいしょ。最近腰が痛うての。どっこいしょ。すれ違ってもわからないくらい、君も僕も大人になったことが想像できない。だって、ずっと一緒だから。待って、これなんかラノベのセリフ？主人公が言いそうなセリフ。センチメンタルステップス。いやー、課金はあんましないけど、モンストの最高レアリティは欲しいじゃん。だから360円だけ課金しちゃった。くそが、モンスト360円払っても全然いいの当たんねえから、あれやめた方がいいよ。あ、前回あんなにキレてたくせに、まだモンストに課金するんだって。でもね、やっぱ欲しいものは欲しいじゃん。我慢もするけどね。いつ、ちょっくら日本の経済動かしてくるわ。は？何それ？ちょ、わけわかんねえんだけど。何それ？意味わかんない。海派か山派？強いて言うなら、海派ですけど、まあ、みんな山派って言ってるし、今回は僕も山でいいです。愚問だな。答える余地もない。山頂アタックです。妻のため、子供のため、家庭のため、家族のため、俺は今日も働く。さて、今日も嫁に貢ぐために働くか。え、これ文化祭で言うんですか？みんなのハート打ち抜くぞ。バーンつって。はぁ、わかりました。みんなのハート打ち抜くぞ。ラブアローシュートッタ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 バーン。かぁ、モンストドブった。もう課金したくねえよ。いやいや、そんなの学校の許可なしじゃ認められないよ。学校の許可？認められないわ。いや、今回の期末テストさ、0点だったんだよね。なんか逆にすがすがしいっつうか？だって、0だ
だったんだよ。悔しいじゃん。おい、お前も一緒にジェンガ詰めよ。時間かかんだよ、この作業。少し黙れ。俺はジェンガなんかより、詰まなければならない円盤がある。はい、それではこの問題分かるやつ挙手。先生、その問題俺にかも。よーし、お前は廊下立ってろ。はい、それではこの問題分かるやつ挙手。先生、その問題せいや。よーし、お前は廊下立ってろ。ズラじゃない、キャプテンカツーラだ。ジョイカジョイ、ジョイカジョイ。ズラじゃない、ジュラ。ジョイカジョイ、ジョイカジョイ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 。